世間はオリンピックかつ夏休みに突入したとのことで、よくも悪しくも賑わっております今日この頃。皆様はいかがお過ごしでしょうか。私はここ最近業界の闇ばっかり取り上げてたせいか、ちょっと憂鬱です。多分闇が映りました。打って変わって本日はカモがネギを背負ってきたがごとく、治安と声優ニュースを小脇に抱えてやってまいりましたでございますので、今回は6選ほどご紹介していきたいと思います。それではどうぞ。まずこれ、花江夏樹、ダブルで200万。時は7月の23日、ここ2、3年で一番世間に注目され、活躍なされたであろう声優、花江夏樹さんが、自身のツイッターにてほぼ同時期にツイッターフォロワー数と、YouTube チャンネル登録者数が200万人に到達するという、声優史上初の偉業を成し遂げました。めでてー、花江さんはその後200万人記念として、YouTube で一面5人をかき集めてはキャピキャピルンルンとマインクラフト配信を我々にお届けし、しまいには賢章さんの5、6がまた一つ増える結果となりました。クソ多忙なのにもかかわらず更新頻度がエグすぎる花江夏樹チャンネル。一生笑える宇野賢章さんの姿は概要欄にございますので、ぜひご覧ください。次に、キムスバ、仮面ライダーの主役に、最近女性しかなんかから風俗に行ってたという謎情報を匂わされ、ネット中を少しだけざわめかしている声優でおなじみ、木村昴さんが、新作の仮面ライダーリバイスという作品にて、もう一人の主役の声を担当することを明らかにされました。てっきり中の人を演じるのかと思っちゃった。いや中の人なんだけれど、物理的に中の人って意味ね。どうやらキムスバさんにも初めは仮面ライダーの主役、という話でオファーが届いていたんだそうで、声優が仮面ライダーの主役をするというわけのわからん組み合わせに本人もたじろいでいたんだそうな。キムスバさんは主役の声だけでは飽き足らず、仮面ライダーの主題歌にも抜擢されるという無双っぷり。気になる人は調べてみてね。次に花澤香菜、 YouTube を解説。賢章さんとご結婚されてから人妻の色気が増し増しに増している声優花澤香菜さんが、先日7月の21日自身の YouTube チャンネルにてご挨拶動画を投稿し話題となりました。動画自体は1分にも満たない尺だったのにもかかわらず、動画終盤での愛らしい一挙一動によりとんでもなく満足感の得られる内容に、そのため一部コメント欄には S になりたがる S の意思を継ぐ者が多数出現しておりました。今後チャンネル内ではアーティスト活動以外にも企画映像なるものが投稿されるとのことですので、ザーさんフリークにはたまらない企画になることこの上ないでしょう。個人的には茜や姫香さんみたいなチャンネルになることを密かに期待しております。ちなみにザーさんなんと最近マイナンバー制度の公式チャンネルにてマイナンバーカードについての動画のナレーションも務めておりました。ああこうやってネームバリューに釣られるんだなぁと思いつつ、その動画を再生してちゃっかり人よりマイナンバーについて詳しくなったので、興味がある人は概要欄見てみてね。次にボイス2がすごい。1話には関さん、2話には古賀ちゃん、3話には松岡さんと各話旬な声優さんを紛れ込ませているドラマとして話題を呼んでいる作品ボイス2ですが、31日に第4話が放送されるそうで、そこに出演されるゲスト声優さんが明らかになりました。さあみんな誰が出演するか予想するんだ。ヒントは高校時代剣道部でしこたましごき上げられた声優さんです。てなわけで第4話のゲスト声優さんは主に呪術や呪術で引っ張りだことなっている江ノ木純也さんだそうです。パチパチ。画像を見る限り警察官の一人として出演されておりますね。ということで誰か第5話の声優予想しといて、当たってたら晒し上げるから。次に西田のぞみさん、ご結婚を報告。時は7月の22日マクロスデルタの牧七中島やミクロスのナナちゃんなどを務めた声優西田さんが、自身のツイッターにて一般男性の方とご結婚されたことを発表されました。めでたい。どうやら西田さんのお相手はどんな時も心穏やかで冷静な判断ができるクール系一般男性なんだそうで、文面だけでこっちも惚れ込んでしまいそうな有料物件。いいなその属性。中学の時にその属性身につけようとしてみんなに煙たがられた過去を思い出したので、もう次行きます。次 ABC 体操急上昇に乗る。時は7月の25日今期から絶賛放送なうなアニメ裏道お兄さんですが、そのオープニングでもある ABC 体操をイケてるお兄さんこと宮野守さんと歌のお姉さんこと水木奈々さんが踊ってみた動画を YouTube に公開したことが話題となり、急上昇に乗り上げました。内容は大体予想できるとは思いますが、イケてるお兄さんである宮野さんがアグレッシブに動きまくり、奈々さんがそれを見てニッカニカしているという俺得すぎる動画、ただただ笑顔になれる、そんな動画でした。最後 AT1 オーディション生配信ライブに挑戦。数々の有名声優を発掘しまくっている毎年恒例の新人声優オーディション AT1 オーディションですが、なんと8月の1日にオーディションの様子を生配信するという謎の挑戦をすることを発表。ちなみにライブ先はバンダイチャンネルと LINE ライブらしい。いやなんでそこ。なんとこのオーディションを勝ち取った者には養成所側から手厚いバックアップが約束されており、デビューからその後に至るまで長期的に面倒を焼いてくれる魅力的な特典がついてきます。ちなかこに AT1 オーディションを勝ち抜いた有名声優さんはこんな感じ。うわぁ有名。そして司会はなんと畑野さんと古賀ちゃん。こりゃ8月1日はいろんな意味で絶対に目が離せないですね。ちなみに放送予定時間は13時から19時までらしいです。なっか。ということで今週の声優ニュース6選をお届けしました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイ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 バーイ。